Hi everyone, アリサです。今日は All About Tattoo についてお話ししようと思います。私のすごい大好きなトピックで、私自身タトゥーは6個入ってて、そのうちの4つはイギリスで入れてるんですけど、それについての経験とか、タトゥー入れたことない人とか、ロンドンに観光で行くつもりやけど、その時にタトゥー入れようかなと思ってる人に、私の経験上どんな感じだったのかとか、あとは値段だったりとか、注意してほしいこととか、そういうのをちょっとお話ししようと思います。 OK、 でまずロンドンって言ってもすごく大きくって、ロンドンの中心部とあとロンドンの郊外があるんですけど、そこで全然、まずそこでも値段がめちゃくちゃ変わってくるし、多分もう世界中でも知られてると思うけど、ロンドンってやっぱり高いから本当にその分ロンドンプライスで上がるので、まずそこだけは最初に知っておいてほしいポイントです。で、私が入れたそのタトゥー4つは実はロンドンの郊外で入れたんですけど、でもそのタトゥー入れる前に実はロンドンの中心部のタトゥーショップ多分6店舗ぐらい全部回って、私どこに入れたらいいのかもわからないから、友達と結構そこ回って、実際タトゥーアーティストの人とこう相談したりとか、デザインのことだったりとか、あとは値段だったりとかのお話もしてるので、まずそこのちょっとお話しして、でそこのロンドンの中心部と郊外についての比較とかもしていこうと思います。Okay、まず最初はロンドン中心部の値段についてお話ししようと思います。6店舗とも共通してたことは、最低価格、私が支払う最低価格が £100 で、日本円で言うと1万3000円ぐらいになります。なのでどれだけ、例えばこんな小さい時とかでも1個だけでもうそれが最低価格になるので、こんなちっちゃいやつを1個入れただけでももう1万3000円払うっていうことになります。スタジオでも行ったところでちょっと違ったことは、2店舗ぐらいはなんか小さいの入れるんだったら100ポンドかかるけど、もし2つ入れるならその分の割引は効くよとか、もちろん100ポンド以上かかるけど2つ入れたら例えば200ポンドになるとかじゃなくって、例えば150とか160とかには値下げはできるよっていう感じで教えてもらいました。なので本当にそういうのは店頭に行って、まずその受付とかにいる人たちに自分のデザインを見せて、で例えばこのデザインを入れるならどれぐらいかかるのとか相談してみるのがもう一番もベスト のできることですまあそのタトゥーって一回入れるともう一生ものやから、本当にインベストメントなので、やっぱりちゃんとしたタトゥーショップとかアーティストさんのそのどういうなんかこうタトゥー入れてるのかとか、とにかくそのアートワークを見るのが大事なので、まず私がその最初に言った6店舗しか行ってないって言ってたんですけど、その、実際ロンドンってそれ以上にあるけど、なんでその6店舗に絞ったのかっていうと、Google マップでまずそこの店舗名を入れて、でレビューを見ることで、レビューはなんかこう星でこうみんなが例えば星 4.7 とか 4.5 とかで結構こうレビューっていうか、 なんか評価してて、でその下にコメントとかもいろんな人がその自分の経験だったりとか載せてるので、なんかそれをまず見ることをおすすめします。その中で見たので結構レビューが高かったものだけを選んでその店舗を回ることにしました。で、すごい楽なのは、ロンドン中心部の楽なのは1店舗1店舗が結構距離が近いから、あ、次ここ行こう、あ、次ここ行こうみたいな、結構徒歩範囲で行けたので、それはすごい便利でした、なのでまずはレビューを見て、でそこからコメントも見て、で行きたい店舗に絞るとか、でもちろんそのレビューのところにもウェブサイトっていうので、そのインスタグラムにつながったりとか、そこのタトゥーショップが入れたタトゥーとか のワークとかもあるので、それを見ながら自分に合ったデザインなのかとか、
例えばタトゥーショップによってももうモノトーンの白黒だけのタトゥーをするお店もあれば、カラフルなタトゥーをするお店もあるので、自分のデザインに合った自分のタイプに合ったタトゥーをまずは最初は選んでください。OK、じゃあ次にロンドン郊外についてのお話をします。で、私が行ったそのタトゥーショップはもう最初からすごい印象がすごくよくって、なのでもう行ったその日に決めたんですけど、でそれも私の友達がもともとそこのタトゥーショップで入れててすごく良かったよっていう感想も個人的に聞いてたので、それが結構選ぶ理由になった、うん、でロンドン郊外の私が入れたタトゥーショップはその最低価格が70ポンド、日本円で言うと9500円ぐらいなので1万円切るので、すごくお得、すごく安いです。で私が入れたのは2つタトゥー入れたんですけど、その日にで1つ目がこのなんか大きいこれぐらいタバコサイズぐらいのお花と、もう一つこれぐらいのちっちゃいタトゥーを入れたんですけど、もう一つロンドン中心部と郊外とちょっと違った経験っていうのが、そのロンドン中心部に相談しに行った時にこのデザインのタトゥーを入れたいんですって、このお花のデザインなんですけどこれを見せてこれ入れたいんですって言った時に、全員がこのデザインはここの中心部がすごい線が細いデザインやからできないって言われて、できないっていうのもなんかこれがちょっとなんか複雑すぎるからもっとシンプルにした方がいいよっていう風に言われました。私個人的にはこのちょっとなんか複雑な感じがすごく好き、なんか逆にシンプルになるとなんかすっかすかなタトゥーになっちゃうから、それは個人的に嫌で、だからみたいな、ここはちょっとなんか、うん、妥協せなあかんのかなって思ってて、それが私のロンドン中心部での経験やったんですけど、郊外のタトゥーショップに行った時はそのデザイン見せた時に、ああできるよみたいな、でなんか他のタトゥーショップではシンプルにした方がいいって言われたんですけどって言ったけど、ああ大丈夫みたいな、これできるって言って、で実際してくれてめちゃくちゃハッピーです。このデザインはすごい好きで、もちろんなんかタトゥーってその10年後20年後とかになると線もぼやけるし太くもなるけど、すごい線の入れ方がすごい綺麗に入れてくれてるから心配はしてないですOK、であとは予約方法、どういう風にまあアポイントメントを入れてるのかとか、でタトゥースタジオにもよるし日にちにもよるけど、ウォーキンタトゥーって言って当日でできることもあります。予約をするのはまあ多分もうこれはもうイギリスだけじゃなくて多分世界中どこも日本でも一緒だと思うけど、まずはまあ直接行ってデザイン見せて値段の話したりとかどこに入れるかとかの相談をして、で私が1回目そこの郊外のタトゥーで入れた時は予約でしたんですけど、その、まあ、数日後に、まあ、このメールアドレスにデザインの写真送ってねっていう風に言われて、でそれでメールで自分のそのデザイン、どんなデザイン入れたいのかっていうのを写真で送って、でその予約当日の日に行った時にはもうデザインをこう書いてくれてるので、もうすぐこうタトゥーを入れれるっていう感じの流れです。2回目そこのタトゥーショップで入れた時は私ウォークインタトゥー、ウォークインしてなんかもう当日で入れましたその流れはまあ行きます、でまあデザイン見せます、値段とかも教えてくれるからこれだったらこれぐらいになるよっていうので、でまずは場所をどこに入れるのかっていうのを言ってから、じゃあそれでお互いが納得したらじゃあデザイン送ってって言われるので、まあ私の場合は携帯から iPad へ AirDrop で画像を送って、でそこでアーティストの人がその iPad にこう線をこうなぞってデザイン書いて、でそれをプリントアウトして、でそれを見せてもらってこれぐらいのサイズでいいとかこのデザイン好きとかそういうのをいろいろこまめに相談しながらっていう流れです。お互いもう OK ってなったら
タトゥー入れるっていう感じになります。もちろんそれもさっき言ったみたいに日にちとか時間とかによっても当日できるのかできないのかとかもあるし、特にロンドン中心部とかになると結構観光客も多いからすごい忙しいイメージやったけど、ちょっとなんかロンドン中心部から外れるとだいぶこう結構地元の人とかが行くから、あんまりそんな忙しいとかそういうイメージではなかったです。まあ、これは私だけの経験の話なので、別にタトゥーのプロでもないし、だからこうしなさいとかそういうつもりで言ってるわけじゃなくって、本当にこれはもうシンプルに私の経験上での話なので、もしタトゥー入れたいなとかって思ってる人は別にロンドンの中心部に入れても全然いいし、逆に郊外に入れても全然いいし、それはもうみんなの好きなようにしたらいいと思うけど、でも、値段とかの部分を考えるとやっぱちょっとロンドンから外れた方が安くですむし、それはちょっとおすすめします。ただもちろんさっき言ったみたいに、まずはアーティストさんのアートワークを見て自分のデザインに合うのかとか、本とかもその店に置いてるから、その本とか見てなんかこういうデザインしてるんだとか、あとはインスタグラムとか見てそのデザインに合うと思うんだったらそこで行ったらいいと思うし、やっぱ結構その異国の地でだからこう体にね、一生もののタトゥーって一生ものやから、結構そういうのって勇気とかもいると思うし、なんかどうしたらいいとか何がベストなのかって分からへんから、これでなんかちょっとこういう流れなんやとか、こうした方がいいやっていうのをちょっとでもこのビデオから撮ってくれたらいいと、撮ってくれたら嬉しいですOK、 じゃあそれだけかな多分。もしなんか詳しくタトゥーのこととか聞きたいなら全然コメントとかしてください。 Thank you guys for watching and I will see you in my next video. Bye.